お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらのラバルメガナイトデッキやっていきたいと思います。さ、たまにあるね、あの重量級プラス重量級のね、まあ、すんごいデッキなんですけど、これがね今グラチャレで、まあ、同じプレイヤーがねもうずっと12勝してるんですよ。もうこのデッキでそう何回も何回も12勝してて、まあ強いんじゃねえかと、まあ、いうわけでやっていきたいと思うんですけど、まあ、ラバってね、なんかこうよくいろんな重量級とセットになるんですよね。その例えばラバエレジャイだったり、まあ、ラバジャイとかも僕やってたりとか、昔は本当ラバスケラとか、だからラバって何にでも合うんですよね。なんか本当にすげえ優秀なんですよね、こいつ。まあそんなわけでちょっと皆さんもね、なんかオリジナルデッキ組みてーとかあれば、まあ、ラバと、他のね重量級とかぶっ込めば意外と成り立つので、はい、ぜひやってみてください。まあそんなわけで、12勝目指していきたいと思います。さあよろしくお願いします。まあね、どう考えてもこのラバ出した瞬間に逆サイメガナイトで守りたいよっていうのがねあると思うんだけど、こういうデッキってまあそんなコストないんだよね、ぶっちゃけね、ラバ出して逆サイメガナイトできたらそりゃ強いけど、基本的にそんなコストないので、まあ、そんなことはできないと思ってください。はい、まあだけど、こういうね、なんかメガナイトダクネンとかメガナイトバルーンとか、まあ、なんかそういった攻め方はね多分こう大事になってくる気がする。で、今相手ザップ使ったんですよ。そう、ザップ使ったんで、なんかこれでなんなら相手終わりそうな気もするけど、あっちゃくい透明化、透明化、さ、透明化してくる。いや、この透明化強いよね。まあ、ここはもうガン無視でいきましょうか。これだってスキル使ってるんで、スキル使われないんでね。さあ、というわけで、相手はね、もう今のところびっくりしてます。はい、びっくりして、ちょっと困ってますね。そこはバルーンつけて、相手あっちゃくい使ったんですよ。あ、ファイ、あっちゃくい使って、ロケット押しはすごい珍しいんですけど、これいるかな。いや、神ファイブ来た。やりゴブですら逃がさない。おい、ナイス。さあ、というわけで、ロケホーギャングの、ホグ、アチャクイというわけで、もうこれはね、終わりましたね。一応、アチャクイが厄介にはなっていきそうですけど、よいしょ。さあ、バルキリーとかで竹取りながら、いや、もう一発欲しいな。いやー、でもこれ、結構入んないかな。あの、ユーのね、気づいたりします。さあ、なら。で、僕、メガナイトを出すタイミングが非常にわかんないんですけど、まあ、ここ攻めてきたら出したよね。あとはね、圧着衣とか、チャンピオンに対してメガナイトがね、やっぱそこそこに優秀なんですよね。これスキル、あるよね。いや、あるよね。ザップってもよかったけど。さあ。まあ、なので、チャンピオンメタのカードとしてはね、優秀だと思うんですよね、メガナイト。そう、バルキリーとか、メガナイトとかはね、本当に、なんか、なんだろうな、チャンピオンにも強いし、格上にも強いし、使いやすいし、個人的にね、クララっていうゲームで、もうほんと最強レベルのね、カードだと思うので、まあ、持ってたら使った方がいいよね。よいしょ。さあ、という感じで、もうでもラバル組んで、もう、ね、なんかもうメガネ取ってあげて、みたいな。僕は何をしたらいいんだかわかんないんですけど、さあ、踏んでいきます。踏んで、いや、待って、そっち戻ってこないでほしいな、メガナイト。これさ、ちょっとだけやばいみたいなとこある？これだってやばいことしてるよ、なんで。組んでるだけなんですけど、クラロアってね、こういうもんなんですよ、皆さん。で、組んで、もう守れないので、ちょっとね、しっかり遅れてでも、なんとか対応していきましょう。まあ、そうするとね、この物量がね、気づけば、相手はね、さよならですっていう。まあでも本当に、意味わかんないデッキだけど、意味わかんないデッキほど強いっていうのがね、まあクラロアのこう、醍醐味というかね、ちょっとおもろい部分なので、さあ、ナイス、勝利と。まあいいね。なんかラバの下にね、メガナイトとか、まあその辺が添えられると強そうですし、まああとはね、なんかさっきみたいな、メガナイトで攻めるターン、そしてラバで攻めるターンみたいなね。なんか常にずっと俺のターンみたいな感じで、攻められるのはいい部分かもしれないですね。なんかラバってほんとね、なんか僕がと昔ほんとにトロ4000ぐらいの時は、ラババレル使ってましたね。当時はね、ほんとゴブリンバレルが、ザップで死ぬ時代だったんですよ。もう同レベル、同格の、ザップでね、バレルが死ぬので、もうバレルをね、飛ばすだけなんか、もうザップでパーンって処理される。まあ、ザップ枯渇させるっていうので、まあなんかね、ラバのパピー生かすっていうのもあり、なんかね、ラババレルとかね、すごい作ってたんですよ。で、もう当時ほんとゴブリンバレルをこうタワーからね、ずらすみたいなのもね、思いついて、やべ、これ強すぎるわみたいな、すごいね、興奮してたりもまあしてたんですけど、さ、これ冷静にね、守れねえなーと思いながら見てます、今。マジで、守れないですよ。守れないで見てるだけっていう。さ、ザップって、いや、まあ、これ痛いんですけど、まあ、お互いなんでね。
最強用とインドラ高めはちょっと調子乗ったっすね。エレキいること何も考えてなかったですね。さあこれ結構痛いんですけど、結構痛いんですけど、これさケツラバやってさやばいかな。8枚ゴブジャイ、8枚ゴブジャイぐらいか、やめてって祈りながら。さあこれでもラバに行くからダクネが生きる。ここでエリボーとか来たらもう終わりなんだけど、最悪気合のファイブ防衛と。おっ、きょ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 、いやいい。ゴブジェのね、背中の槍がラバ殴ってるから、このね、ダクネのコウモリがすげえ無双してんだよね。おっ、きょきょき。いや、まあバル言っていいでしょ。これはバル言ってよくて、あとは、エリババレイジーだね。こ間違いなく、エリババくらい。で、メガゴ来たら美味しいぐらいで、ファイブ一応構えるぐらい。いやー、来たね。やつが来ちゃった。これは、踏もう。いや、踏むかどうかすごい迷うけど、いや、踏まなくていいか。相手、俺のメガナイトの存在知らないよね、だって。さあ、メガナイトの存在知らないから、ここで美味しくいただけるんだよね。よしよしよし。いや、天才か？いやー、これでも5打っちゃうか。めんどいよね。さあ、5打って、ここで踏んであげんの。あー、待って。違う違う違う。待って。もう一回来た。頑張って。溶かせ、溶かしてくんなきゃ結構やばい。いや、結構やばい。本気でやばい気もしたけど、いや、耐えられるね。よしよしよし。いや、この、なんか地味にいいね。ダクプリと、え、待って、やばい、待って。あ、危ない。ふぅ、あと145。来るぞ。来るぞ。ゴブジェイ来るか ?145、ファイボ圏内ですね。ちなみに。イモります。このバルキリーメガナイトのこの二段構え。これがいいね。さあ、ここはまあ、受けてもいいね。別に何でもいいんで。耐えてください。え、待って、俺変なザップした。ファイボ。ファイボ耐えてくれ。いやー、耐えたんじゃね。さあ、ファイボで、ナイスと。いいね。メガナイト地味に活躍してきますね。まあ、ラバに、こういうのないですからね。あとは、後半に入ってからの、だからラバを出さない時の、ラバ出さないで回す時の、このメガナイトなら安心感がね、いいね。さあ、スパギもやっつけてきますよと。これ、メガナイトなかったら、なんなら危なかったですからね。さあ、来ました。よろしく。いや、これ、なんだあれ。なんか、シャリンガンみたいな、マークが、名前の上についてやがる。さあ、とりあえず、ショッテルラバー行きましょう、これは。これ行きましょう。もう4ワードです。ぶっちゃけね。はい、空デッキから、このゴボリーがね、はい、4ワードです。ガン虫です。ゴーストもガン虫です。で、まあ、ダクネで、コウモリいっぱい貯めちゃおうぜっていう、このね。で、ゴースト取りってね、珍しいんですよね。まあ、考えてもわかんないんで。一旦バル通しましょう。通してから考えればいいからね。で、もうこれコウモリ大量だし。あー、これで勝っちゃうっていう。いや、クラロは簡単っすね。やばくない？これで勝ってるんだよ。ね。最低ラムっぽい、ラムです。ラムっぽいって、まあラムなんですよ。ね。いや、これ、アド今すごいんだよね。アドめっちゃ取ってんの。なぜなら、相手のゴーストもラムも無視して、今相手ね、何？ライトニングまで打ってんだから、本当に真ん中メガナイトしてインドラマも出してみたいなブッパしてもよかった気がする。これ多分ね、相手のユニット出すタイミングでわかるんだけど、今合計俺15コストなんで最低5ワードぐらい取ってるでしょ。さあ5ワード取ってましたね、多分。えぐいの。えぐワード取ってる。さあこれインドラでエレキちょうどさよならしたと思うんで、でもハゲます。はい、あれハゲてほしいな。ちょ、ここでエレキを焼くことによって、このインドラが最強になって、なんならこの真ん中ラバーが最強になる説がある。来た。これ今相手びっくり。さあ、グッドゲーム。エレキ裂いたから、インドラがやばいんだよね。インドをやるには、まあ、相手にライトを打つか、もう一個変な対抗を持ってこないといけない。さあ、で、こうやってライトニングを打つでしょ？ライトニングを打ちたいがコストがないか回ってない。さあ、グッドゲームと。というわけで、まあ、ラバーってね、こう、こんなんだっけっていう。メガナイトもいい味出してたけど、単純にもうラバルダクネが強いよね。ラバルダクネでなんか落ちんでしたね。さあ、グッドゲームです。という感じで、次で12勝ですね。なんかグラチャで回る方にはね、すごいおすすめかもしれないね。うん、なんか環境とかに刺さるんだろうね。だからラバルというか、まあ、ラバって、たまにね、すげえ流行る時があんのよ。たまに。でも流行んねえ時全然流行んないんだよね。だから、それは多分あるんだね、その環境によって。今はね、そこそこにこう、当たりな環境なのかな。どうだろうね。マザニクが多いけど、マザニクに5打っちゃえばもういいだろうっていう、まあ、そんな感じなんで。また、アチャクイもね、
圧着一体だと結局ラバレって止まんないんだね。そのそういうところでは環境悪くなさそうなんだけど、これも絶望なんですよね。どうしようかな。ちょっと待って待って待って、これね一回捨てないといけないんですね。すごいエレキもゴブゴヤも全部が嫌だ。さあまあこれはでもバルキリーくんがね最強なんで、さあオッケーオッケー、バルキリーとはメガネトですね。相手はこう突破してくると、でも俺にはねメガナイトちゃんがいるので、まあダメージ受けちゃってもシャーなしでねカウンターになります。エレキ使って、わかんないけど、とりあえず今インラがちょっと熱そう。いやーペッカか、ゴリゴリペッカきたな。さあということはメガゴぐらいがありそうな気もするけど、あれこれサッターやばいね。これペッカ多分守れないので、あーこやこやか、こや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 ペッカですって。ちょっと待って待ってくれよ、そんなデッキ俺は知らんぞ。いやーこれ右後ろにゴブが置いてくれることを祈ってケツラバ。はい、もう見えてます、あなたのしてること分かります、ありがとうございます。これはね言っちゃえばゴワードみたいなもんですね。逆に右のターンも捨てます。ここで捨てることによって相手が小屋を置いてるんで、僕のこのバルーンを誘導できないんですよね。だから絶対っていうぐらい一本取れるっす多分。どっちやねんって。そうなんだよね。ここで、しっかりね、エレキだけにザップっていこう。いや、オーブンやめろよ、お前。で、今、エレキだけをザップったんで、タワーはね、ラバに向いてます。で、これで11交換と。こうすると、本当にただの11交換してる状態なんで、さっきまでのピンチがね、なかったことになります。OK。で、あとは、ペッカを溶かすのは、インドラの役目なので、まあ、エレキがね、無理やり回してくんかな。エレキ回ってきたら踏みたいよねっていう感じでね。さあ、これはまあ、蓋していいよね。まあ、エレキはバルキリーかメガナイトで踏んであげて。お、いい、コウモリに行ってんな。え、竹がいいぞ。で、こうすると、こうするとなんか俺のがいい感じになってきたんじゃないか。で、なんかね、バルーン、バルーンぐらいなんか添えてあげようぜ。バルーン、なぜかここにもバルーン来る。オッケー。いや、竹がラバに行ってる、天才。エレキ来たらファイブザップ。いやー、これは、来るよ。いやー全然微妙すぎるけど一発やばい、やっちまったやっちまった。まあでもこうね強みです。おお、スケキン来たけどスケキンマジで全然なんですよね。スケキンのおかげでさ、なんならピンチ全部なくなってるまでない。で相手対空エレキしかいなかったよ。あれこれさ竹取りたい、竹取ったら、あ待ってそっち行かないで君、あ戻ってきた、いいよ。これ、あれこれ相手やってる、ね、逆に。さあ、一発アイルで5あったね。5使って、よいしょ、この間に溶かそう。いや、いいね。勝ったね。さあ、小屋小屋ね、まさかのもう、最悪って感じだったんだけど、まあ、スキキンのおかげでね、おい、待って、やばい。待って、やばい。いや、OK。危ない、あっさあっさあ、小屋小屋、小屋小屋ペッカスケキンスケラって、すんごいデッキ引いたんですけど、すごいな。すごいな。こやこや万能か、ちょっと待って。相手のデッキを見てみよう。さあ、12勝していくと。いや、すごいね。こやこやね、なんかもうこんなのも生まれたんでね。こやこやすごいな。まあ、というわけで、ちょっとね、今日ラバル、メガナイトか。まあ、使いやすいよね。なんかやっぱメガナイトあるだけでこう、安心感もあるし、防衛でもね、攻めでもなんかこう、ほんといるだけで、ね、勝手にカウンターになってくれてね、活躍してくれるんで。皆さんもね、こちらラバルメガネと使ってみてください。よければね、チャンネル、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。